いや10体も紹介してまだキャラいるのかよって感じなんですけれども、ぜひともこちらの動画をご覧ください。どうぞ。皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシでございます。本日はですね、10体も紹介したのにまだもう一個エターナルズからすでにフィギュアが出ていました。フィギュアだけでも11体出てます。同じくハズブロからマーベルレジェンドでエターナルズの、まあ黒でいいんだよね、黒というですね、ものを購入してきましたので、こちらを紹介していこうと思います。ね、なかなかね、日本では手に入りにくいはずなんですが、ガニンペロさんで5980円というかなり安い値段で手に入りました。ということでですね、こちらのキャラクターは、エターナルズというあの10人組はですね、まあ、エターナルズという種族みたいなもので、そのエターナルズが生み出されるときに同時に生まれた、ディビアンツというものが存在します。この黒はそのディビアンツから登場するキャラクターになっています。まして、まあ原作だとどうやら敵対種族だそうです。まあ見ての通り非常にマガマガしいね、あのオーラというか造形をしているんですけれども、かなりサイズも大きくてですね、まあ CM ではアンジェリーナ・ジョリーを捕まえてですね、まあ、セナを捕まえてなんか喋ってましたけれども、まあいいやつなのか悪いやつなのか、まあ多分悪いやつなんだけど、最近の MCU ってその辺も分かんないじゃんっていうのがね、まだ分からない何とも言えないキャラなんですが、フィギュア化していたので開けていこうと思います。これにて本当にマーベルレジェンドのエターナルズ系コンプリートかな、今のところ今出てるもの全部手元に来ちゃいましたということで開封していこうと思います。まずね、見た感じのこの大きさとあと付属品の量にびっくりしましたね。まあ CM でもあの見せていたんですが、触手みたいなものすごい出していたので、それがうまく立体化されているのかなと思います。相変わらずマーベルレジェンドはブリスターから取りにくいんだよね。まあマントとかのキャリアにはマシなんですけれどもね、ということで取り出していくと見てください、この塗装、まあ、目とかはちょっと CM とは違うんだけれども、もっとしっかりした目してんだよね。ただね、非常になんて言うんだろう、グラデーションっていうのがね、うまく塗装で再現されていて、あと可動も結構いい感じなんですよね。まあ、ギリ人型じゃんギリ人型だから、まあちょいちょいこうなんて言うんだろう、ゆらゆらと出てるものはあるんだけれども、まあそういうところもね、やっぱナイス素材だからさ。マーベルレジェンドって4歳から遊べるフィギュアなので、かなり遊びやすくできています。で、手首が回りますね。手首っていうのは二の腕じゃないか、なんて言うんだろうね、回りますと、まあこれはね後で紹介するんですが、取れますっていう感じですね。で、肘可動もしっかり稼働しまして、で背中には何て言うんだろう、触手をつけるための穴が開いてます。これを塞ぐためのパーツとかはないので、触手いらないなって思った人でもどうしてもこの穴が開いてしまうのは残念なところで、こんな感じでね、しっかりと親切にこういう風につけますよっていう風に、なんて言うんだろう、場所が分かるような穴の開き方してますので、一目見てもすぐ分かります。説明書一応なんかちっちゃい四角いの入ってるけど、あれ説明書じゃないっしょ、ないからね、こういうところでかなり親切な感じです。さあ、とはいえ僕もちょっとカメラを見ながらなので全然わからなくてちょっと苦戦していますが、背中に2本の触手、長い触手をつけることができます。まあこれはね、中にこう針金とか入ってないから自由に動かせないんですよね。まあちょっと不便ちゃ不便なんですけれども、まあフィギュア自体にはボリューム出るからいいのかなって感じで、今僕が必死で取り出そうとしているものは、これはどうやら手と差し替えるパーツのようで、今必死で取ってますが、ちょっと後に紹介しようと思います。全然取れないこのマーベルレジェンドのブリスターとの相性というかね感じは相変わらずですね。でまあ改めてこちらつけていこうと思うんですが、マジでわかんないんだよね。上横右左試して、全部試して結局全然ハマんなくて、まあこういうの考えると説明書ちょっと欲しいけれども、挙句の果てに最後の最後に下向きに合わせてあげることでこれかな、ハマりましたということで、ちょっと苦戦しましたよっていう感じですけれども、で完成ですね。ひとまず完成です。こんな感じで、なんていうんだろう、尻尾みたいに下に伸びていきます。これはね、基本的に動かすことできないからこの形で固定ということでちょっと不便なんですけれども、まあ裏技的なんで言うと、ドライヤーとかでガンガン温めれば若干曲がるのかなって感じ。まあ、ただね、ボリューム感出ていいですよね。ちょっとまだ一体だけ、後でね他のフィギュアと比較したりするんですけれども、かなりボリューム感があって満足感高いですよ。で、足の裏が変な形とかぺったんこになってるので、これどんな劇中ってどんなキャラなんだろうね、ちょっと全然わかんないんですけれども、まあ本当は悪いはず、こんな感じぺったんこになってるので、設置性はかなりいいですね。なので意外とポージングも便利かな。あと膝関節もしっかり二段関節になっていて、硬いけれども、怖いね、折れそう、硬いけれどもこんな感じでガチガチに曲がるので、すごい可動面ではマーベルレジェンドの中ではかなりいい方なんじゃないかなって思いました。大きいのに可動がいいっていうのはありがたい話ですよ。こんな感じ、もう足の裏があまりにも
大きいから面積がね、接地性は非常に、しかも尻尾も支えになるからものすごい3点、地につく場所があるので、かなり接地性はいいフィギュアかなと思いました。まあね、原作ではね、本当になんだろう、悪いやつって感じで出てくるらしいです。本当にね、まあエターナーズと対をなすディビアンツみたいな形でね、でかなり悪魔的な形をしていて、まあその都度その都度姿を変えるのかな、今回の映画では。でこれは人間の姿をした、まあ原作ではリーダー的なディビアンツらしいんですけども、非常にマガマガしい顔とか、もっとね、原作の写真見たんですけれども、もっとね人間なんですよ普通の。ただ今回のこの造形はめちゃくちゃマガマガしいモンスターです。じゃあ、 CM で絡んでいたセナとじゃあ CM で絡んでいたセナと身長合わせてみるとこんな感じ。まあセナは結構女性にしては高い方、まあ、ヒールみたいなの履いてるしね、身長高い方のフィギュアなんですが、やっぱりそれでもかなり身長差があります。じゃあマドンさんはどうなんですかと、はい、マドンソクさんはどうなんですかと並べてあげると、やっぱりかなり身長差があります。マドンソク、エターナルズで並べた時に非常にでかいキャラと思ったんですが、それでもこの身長差ですね。どれだけでかいキャラかっていうのが伺えますね。いやー本当に楽しみになってきたな。11月5日ですよ、もうすぐですからね。でこんな感じで、なんだ手首なのか、これなんて言うんだっけ、この部分って二の腕じゃないし、わかんなくなっちゃったわ。この部分は差し替えることができるんですが、これもまた癖があってね、差し替えパーツ非常につけにくいのでかなり苦戦しました、苦戦しているところを早送りでお送りいたしますということで、パッケージの裏のね写真とか見ながらはめていくんですが、なかなかはまらないと。でなんかコツとしてはゆっくりゆるゆるこうグリ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 回しながら入れるとスッて入りました。なんかある時スッと力がほら入ったでしょ、ある時スッと あまり力を入れずに入ってくれたって感じかな。ちょっと癖がある付け方で難しかったですが、つけてあげるとこんな感じ。いやもうボリューム感がえぐいんよ。まあね、実際にしっかり動く系のプラスチックじゃないから、このまま形は動かない、柔らかいんだけどね、自由に形でホールドさせられないのでかなり使い勝手は悪いんですが、触手としてはね、まあ、ただボリューム感としては非常に、ちょっと待ってくださいね、カメラの画角を一回変えてこんな感じ、ちょっとボリューム感伝わりにくかったでこんな感じです。もうカメラに映し切るのも大変なぐらいのサイズ感でね、めちゃくちゃこのねボリューム感がすごいんですよね。ほら身長マドンソクの身長、ギルガメッシュの身長分だけで腕いっちゃうからね、片腕いっちゃうからね、人間両腕広げて身長みたいに言いますけどね、そういうことえげつない理論ですよね。でこんな感じ、まあ、ちょっとねあまりにも重いから、僕の場合は右腕かな、こっち今動かしてる方の腕がちょっとホールド力なくて、この後ガンガンスルスル落ちていっちゃってましたけれども、逆に言うと左腕はねいい感じでした。結構いい感じにホールド感あって、こんな感じで手伸ばしてもいい感じでしょ。ちょっとピンと顔に合わせてあげて、まあ、かなりこう写真映えするリーチ持ってますよね。端から端までしっかりと自分の腕だけでリーチが届きますので、かなりボリューム感あるんじゃないかなと思います。ボリューム感って何回言うんだよっていうね。でこんな感じで、まあ軟質素材なんで動くんですけれども、こう自由に形取ったりとかできないので、そういう意味ではちょっと不便な触手でですね、はい。まあ、ただこの辺の造形の細かさとかさ、顔とかボディとか、あとやっぱグラデーション塗装とか、この豪華なキラキラ感、メッキ感っていうのは非常にいいなって思いました。遊んでいて眺めていて飽きないフィギュアですよね。もう色が違うから体の中でもね、こんな感じで緑だったり金だったりとかね。ではせっかくなんでね、10体買った僕のマーベルレジェンドのエターナルズたちと並べて、なんとなくファイトシーンを撮ってみましたが、どうですか？一気に迫力出たでしょう。いや正直ね、このエターナルズを買いに行った時もこのフィギュアあったんですけど、いいかなって思ったんだよ正直。ただね、実際にエターナルズを10体揃えてみると、ちょっと敵が欲しい、戦わせる人が欲しいってなっちゃったからそうなってくると、まあ、今のところは黒しかいないかなということで購入してみました。いや並べるとボリューム出ますし、いいですよねこの感じ。どうですか、このフィギュアで遊んでる感じ。こういうのはね、6分の1だとなかなかできないから、大きいし動かしにくいし、そういう意味ではやっぱこの12分の1フィギュアっていうのは、こういう動かして並べて飾るとかね、それこそ10体とか11体並べるのに非常に適してるなと久しぶりに購入して思いました。さあこの黒というキャラクターがどういう活躍をするのか、11月5日ですね、めちゃくちゃ楽しみですね、エターナーズ。さあそんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。マーベルレジェンド久しぶりに会ったら最高でしたね、こういうフィギュア系、映画系のフィギュアのレビューなどいろいろやっておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。